どうも、プレミアリーグのビッグマッチのオープニングの WWE 感がどんどん増してる気がするよ。でおなじみレオザフットボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。先日ですね、リバプール対マンチェスターシティの試合の、試合予想、スコア予想のキャンペーンといいますか、プレゼント企画やりまして、正解者の方はいなかったんですけど、近い方2人、達也さんと SR さんの方を、こちらで紹介させていただきました。そちらのですね、達也さんの方から、こういった企画をやってほしいといった、コメントいただきましたので紹介させていただきます。ありがとうございます。自分がやっていただきたい企画は、現役欧州ベスト11、現役南米ベスト11を選出し、仮マッチプレビューなんかをしていただきたいです。というわけで、まあね、欧州ベスト11、南米ベスト11は選べるんですけど、これをですね、実際に戦わせた、戦わせたかのように話すっていうね、すごくですね、変態感のあふれる企画だって。実際にイメージの中でやった試合をですね、自分で分析するっていうね、ちょっとほんと変態じゃなきゃできない企画なんですけど、こちら挑戦させていただきたいと思います。といったわけで、まずですね、南米ベスト11をヨーロッパベスト11、これ選びました。これね、誰選んでもいや違うだろうっていう風に言われるやつなんですけど、あくまでも僕のベスト11ですので、その辺はお許しください。まずですね、ヨーロッパベスト11ですね。ヨーロッパベスト11、こちらになります。まずゴールキーパーノイアー、これブッフォンだったり、デヘアだったり、クルトワだったり、いろいろいる中で、もうノイアーにしました。これもほんとね、誰でもいいです。この中のほんと、選手たちみんな素晴らしいんですけど、まあその中でワールドカップの実績だったりですとか、身体能力の高さで、ノイアーにさせていただきました。そして、フォーバックは、アラバ、ピケ、ボアテング、ベジェリン。こう、アラバのところなんかね、アルバと迷ったんですけど、センターバックにピケ入れてますんで、まあ、バルサーすぎる感じになんないようにっていうのと、あと、ね、ボールを持った時の独力の突破力だったり、クロスの精度だったり、ちょっとですね、なんつか、アスリートとしての能力高くて、そこに技術乗っかってる感じがするんで、ちょっと最近のね、バイエルンミュンヘンでの、この左サイドでの存在感、それ考えましたらアラバかなって思いまして、で、ピケは1対1強くなってるのと、ゲームメイクの部分だったりとか、ね、メンタリティの部分だったり、こうね、スペインを代表するセンターバック、セルヒオ・ラモスかピケかで言って、不用意なファールの少なさとかで、ここ、ピケにさせていただきました。ここ、ボアテングだったり、ボヌッチとかフンメルスとかいましたけれども、ここ、ボアテング、一番ね、無理が効くっていうか、対人の強さを、その技術面以外の部分ですと、まあ、対人の強さでボアテングにして、そして右サイドバックはですね、レアル・マドリードの、カルバハルとかいたんですけれども、ちょっと面白みの部分っていうんですかね、ちょっと右サイドでの攻撃のあのスピード面だったりとか、まあそういった部分で見ていてワクワクするんで、ベジェリンにしました。で、中盤ブスケツ、モドリッチ、イニエスタにしなかったのは、ちょっと運動量の面だったりとか、ちょっと後半にね、出てくる展開とかもあるかなっていうふうに思いまして、フィジカルの面で、ポグバ。まあね、ロングキックの精度めちゃくちゃ高いですし、ユナイテッドでもですね、もう存在感かなり発揮してまして、この間の逆転のね、きっかけになったロングパスもそうですし、ヘディングでのゴールでもそうだったんで、ゴールに直結するプレーできるっていうところで、ポグバにしました。そしてですね、3トップはアザール、ジェイゴ・コスタ、ベイルで、アザールは今もうコンディション良すぎて、もうね、解説の方が牛若丸だなとか言ってましたけど、ほんとそう見えますね。で、ジーゴ・コスタに関しては、もう全盛期のビエリに匹敵するような存在にもう見えてますね。で、ベイルに関しては、怪我してない時は、一番怖い存在、スペース与えたらこんな怖いですね、選手いないと思いましたし、空中戦でもですね、相手が引いた時に、ベイルがウイングにいて中に入ってくるっていうのはですね、すごい怖いと思ったんでこうしました。そして、南米ベスト11、こちらです。はい、3-4-3にしましたね。キーパーは、ケイラー・ナバスにしました。一番いい時の活躍だったらクラウディオ・ブラボだったんですけれども、ちょっとマンチェスターシティに行ってからの、ちょっとパフォーマンスの不安定さとかで、レアルでね、頑張ってるケイラー・ナバスにしまして、そして3バックにしたのはダビド・ルイスがここで調子がいいのと、あとやっぱりね、ダビド・ルイスの、コンビを組む相手としてはチアゴ・シューバ。ね、ケイヒルの代わりに左に入ってたら最高ですし、マスチェラーノはですね、ロングフィードも蹴れて、対人も強くて、右のね、こちらの、サイドのセンターバックってことは、まあ、スピリクエーター的な感じで、1対1も強いので、まあ、マスチェラーノここがいいかなって思いまして。で、4枚でクアドラード。ちょっとね、名前的には落ちる感じになるかもしれませんけれども、ウィングバックやらせたらですね、今世界一の存在だと思いますね。上下運動して守備にも攻撃にも貢献しますし、突破力もあってクロスの精度もいいと。そしてですね、ダブルボランチ、フェルナンチーニョ、ビダルにしたのは、ビダル
ルは、前に後ろにボックスとボックスの動きができて、ボールを奪い取る能力も高いと。それでですね、大事なゴールも決めてくれますし、フェルナンジーニョはですね、バランサー的な役割だったり、視野の広いパスの散らしだったりとか、こう気の利くね、ポジショニングとかできますので、このダブルボランチめちゃくちゃ、このバランスいいかなっていうふうに思いました。で、左マルセロにしたのは、フォーバックよりもこっちの方が攻撃に専念できますし、クロスの精度もいいですし、ちょっとね、ポカがあったりとかしても、後ろにチアゴシューバーがいるところも、こういいかなって思いました。そして、3トップですね。この3枚生かすための後ろの4人っていうのもあるんですけれども、やっぱりメッシ、アレクス・サンチェス、スワレス。これね、アレクス・サンチェスが移籍してからスワレス来たんで、これね、一緒にいたらすごい3トップだったなって思いますけれども、ネイマールよりもアレクス・サンチェスの方が、球離れがいいですし、ゴール前に出ていくですね、このプルアウェイ的な動きをしてですね、裏に飛び出していく能力だったり、そのフィニッシャーとしての能力がアレクス・サンチェスの方が、高いと思います。相手にね、背中を向けた状態からボールをもらって、後ろからボールをもらって反転するのも得意ですし、僕はここ、コーチーニョとアレクシス・サンチェスで迷って、アレクシス・サンチェスにさせていただきました。そしてワントップスワレス、イグアインとかアグエロとかいましたけれども、ちょっとね、理不尽なゴールが、多い感じがスワレス、好きなんで、そのね、強引さも含めて、スワレスにさせていただきました。そして、この試合の試合展開、こっからが変態ですね。予想させていただきます。試合展開的にはですね、この、南米選抜の方が、やっぱりメッシが守備をしなくて、で、その分ですね、右のクアドラードだったり、フェルナンジーマスチラーノに、守備の負担がかかるかなっていうふうに思いまして、こっちのサイドからですね、ピケだったりアラバだったりポグバとか、こういった選手たちのゲームメイクでどんどん押し込む展開が、続くのかなっていうふうに思います。そして中盤もフェルナンジーニョ、ビダルに比べて、ブスケツがいて、モドリッチがいて、ポグバがいるっていうところでですね、支配率もこのヨーロッパ選抜の方が高くなって、どんどん押し込む展開が続くと。ただ最後のところでですね、やっぱり3バックが、押し込まれると、クアドラード、マルセロが下がって、フェルナンジーニョもですね、ビダルと一緒に、バイタルエリアをがっちり固めて、こう 5-4-1 みたいな形になって、押し込まれるんですけれども、ギリギリのところで、ゴールは破られないといった、そういった展開になるかなとか思いまして、そんな中で、こちらのですね、南米選抜のカウンターが炸裂すると、このね、奪い切ったところ、メッシにボールを渡して、メッシのドリブル突破からアリクス・サンチェスが、ボアテングとベジェリンの間をですね、このダイアゴナルな動きで斜めに破っていって、そこに出すかと思いきや、そこに引っ張られたベジェリンが開けたスペースにマルセロが走り込みまして、バルセロナで、メッシがですね、ジョルディ・アルバにやるような、サイドチェンジをやりまして、そのマルセロの折り返しをアレクス・サンチェスが押し込もうとしたところ、ノイアーが防ぐんですけれども、スワレスが押し込むっていう形で、こういった感じのね、3-4-3 と、メッシとマルセロの連携で、中で待ってる選手たちの、得点力の高さ、まあ、そういったところから生み出されるゴールがあるんじゃないかなとかいうふうに、思いました。そして2点目も南米選抜が決めるという展開にしたいと思いました。やはりですね、3バックと、ウィングバック、この関係性によってですね、ベイル、アザール、この2選手ですね、この2選手の戻りの遅れなどを利用して、ベジェリン、アラバをですね、メッシ、アレクス・サンチェスが中に引っ張って、クアドラードが浮く、マルセロが浮くっていう、そういった展開が続きまして、ここの両サイドからのクロスに、ピケ、ボアテング、ブスケツで対応するんですけれども、ポグバの戻りが遅れたところを、フェルナンジーニョのミドルシュート、こぼれ球をスワレスかアレクス・サンチェス、まあ、このどちらかが、詰めることによって得点 2-0 で、南米選抜リードっていう形になるのかなっていうふうに、思いました。まあこういった展開の中でですね、後半どういった手を打ってくるかと言いますと、後半ヨーロッパ選抜はですね、ポグバに変えてデブライネを投入します。こうすることによってですね、アザールがマスチラーノ、フェルナンジーニョの、この間に、ポジションを取った時にですね、クアドラードとマスチラーノの間、ウィングバックの裏のスペースをですね、このアラバだけではなく、ポグバの位置に入った、デブライネ、この選手がですね、流れていってつくことによってですね、サイドから質の高いボール、質の高いクロスボールが入るようになります。これによってですね、中で待ってるのがジエコ・コスタ、ベイルだったり、非常に空中戦が強い選手たちでして、それでですね、デブライネのクロスに対してベイルが飛び込んで、逆転ののろしを上げるといった感じになるのかなっていうふうに思います。それでもですね、南米選抜、このリードを守りきろうとして、交代をします。その交代が4バックにしてアレクシス・サンチェスをコーチーニョ、そしてクアドラードをですね、ディマリアに変えて 4-5-1 に変えて、サイドの守備でですね、数的不利にならないように、サイドのスペースを使われないように、こういった
布陣にします。より南米選抜はカウンター色が強くなっていく形ですね。これでなんとかですね、ブロックを埋めて、守備をですね、サイドの危ないスペースを突かれないようにしようとしたんですけど、それによってですね、中央が、3センターバックから2センターバックになりますので、1人のセンターバックがカバーするスペースが多くなります。ここをついていきたかったので、アザールとイニエスタを交代して、イニエスタを中盤に入れて、デブライネをアザールの位置からどんどん斜めに入っていく仕掛けをさせるようになります。まあ、これによって右からベイルが、左からデブライネが入ってきて、中盤はですね、イニエスタ、モドリッチ、ブスケツで、支配力を高めて、南米選抜はフェルナンジーニョ、ビタルだけではですね、数的不利になって、メッシもですね、ブスケツを抑えきれないという状況になって、南米選抜が押し込まれる状況が続いていきます。ただそんな中でもですね、ジエゴコスタの、ワントップに対して一人が余っている状況で、ダビド・ルイスががっつりつきまして、チアゴ・シウバが入ってくるアザールだったりベイルにうまく対応して、フェルナンジーニョやビダルも、カバーに入っていきます。なんで最後の均衡が破れないところで、ゴールに出した南米選抜はブスケツに変えてグリーズマンでシステムを 4-4-2 にしますね。前線の枚数を増やすことによって、4バック中の2枚のセンターバックが余らないように、します。これによってですね、支配率は低くなるところなんですけれども、前線がスアレス1枚、メッシもですねそんなに守備をしないので、ピケ・ボアテングがゲームメイクをして前線でパスの受け手が増えるようになりまして、ヨーロッパ選抜がさらに押し込む状況が続きます。この状況2対1だったので、南米選抜はこの1点のリードを、守り切ろうとしまして、後半残り10分で、スアレスを下げまして、同じウルグアイ代表のセンターバックのゴディンを投入しまして、ダビド・ルイスをスイーパー的な役割に、ゴディンとチアゴ・シウバによって、ジエゴ・コスタとグリーズマンにマンマークをつけまして、ディフェンスラインで一人余らせる状況を何が何でもですね、守り抜こうといった、こういった状況にします。このように守備を固められてスペースもない状況ですので、ヨーロッパ選抜もう厳しいかといったところをですね、前線、メッシのところがですね、守備が緩くなりますので、センターバックゲームメイクにですね、力を注いでいたピケだったりボアテング、この2枚のうち1枚どっちかが空く状況になりましたので、ロスタイムに、ボアテングのミドルシュート、こぼれ球に対してですね、ジエゴ・コスタが詰めまして、2対2の同点で、試合は終了しました。といったわけでこの激闘は、ドローというわけで、まあ、僕の中のね、必死に想像の中でね、戦術合戦繰り広げた結果、最終的にはですね、サイドからのクロスにもきちんと対処して、南米選抜ですね、もうヨーロッパ選抜が打つてないみたいな状況になったところを、ボアテングの、ドイツ代表も救ってきたミドルシュートが最後に決まったっていうところで、これほんと綱渡りの戦いだったと思います。コーチのメッシ、ディマリア、この3人のカウンターをですね、警戒しながらラインを上げて、相手を押し込むっていうのはすごくですね、大変な、作業といいますか攻め方だったと思います。といった感じで、達也さんの企画は以上です。 SR さん企画を送ってくださってるかもしれないですけど、 YouTube の方のねコメントと、もしかしたら Twitter のハンドルネームが違うのか、ちょっとそれでね、採用できなかったので、よかったら、名前を入れて YouTube の方のコメントでいただくか、 Twitter の方でもう一度ね、リプライを送っていただければ幸いです。といった感じでレオザフットボールでした。ニュースはフットボールもありますんでお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザトゥーフェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るから、ぜひ。